とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園ワイ、ワイワイ学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、先日放送しました、ラントくんがモノレールに惹かれるっていうやつですね。ちょっとダークな内容だったんですけども、今日はそれに関連したこと、挑戦してみたいと思います。このモノレールの上に乗って、さーってこう、学園中を回れないかなと思いまして。で、しかも、学園の地図見てもらうと、モノレールがどんな感じかわかるんだけども、ここだよ、ここ。生徒会の周り、この山があるじゃないですか。この山あたりで、コロって落ちれば、どうなるのか。まあ、できれば、こっち側に降りて、こう、裏世界に入り込むとか、そういうのがあってくれれば面白いし、まあ、このね、下の方の海、飛び込んだらどうなるかとか、そういうのをちょっと見てみたいですね。はい。では、行きましょう。まあ、このジェットブーツだね。ジェットブーツで、こう、行ける場所がね、結構増えたんですよ。結構、これジャンプ力が、通常の 1.2 倍ぐらい高いので、結構ジャンプできますもんね。うん。なんでこれを使ってやってます。あ、こっからモノレールの線路とか乗れるんじゃない？こっからも乗れるか？あ、乗れた！乗れた！乗れる乗れる。こっからでも、線路乗れますね。はい。では、あ、来た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 。ちょっと待って、心の準備ができてない。ちょっと待って、こういう時に限ってなかなか乗れないんだよね。こういう時に限ってちょっと乗れないので、あ、よし乗れた。ではモノレール乗ってみようと思います。どうなることか。あ、行ったね。ちょっと待って、次来るのちょっと待ってください。来た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 。それではモノレールの旅へレッツゴー。あれ、ちょっと待って。あ、乗れない。乗れないのか。いや、そんなわけはないでしょう。あ、あれ、ちょっと待って。こういう時に上に乗れない。よし。と。ああ、ダメだ、透ける。透けてしまう。